はい、旅行にね、行った時に、自分の位置情報を相手にね、すぐ知らせるっていう方法をですね、今日はね、教えてしたいと思います。こちらのですね、LINE を使ってですね、Google マップの、位置情報を送るっていうやり方をお教えします。まずはね、LINE を開きます。そうしますとですね、例えば相手をね、選択します。で、こちらのね、下の左のプラスを押します。こうなりましたらですね、ここに位置情報というのがありますので、こちらを位置情報を押しますと、今ね、いるところの付近の情報とか、今いる場所をね、送ることができます。ここのね、この位置を送信って押すとね、Google マップの、位置ね、ポジションを送ることができます。例えば今だとベッセルに震災橋なんで、こちらを押してもいいですし、こちらの今情報を押してもいいと思います。こちらを押すと、ベッセルインになりますんで、この位置を送信。でやると、こういう形でですね、相手に自分の居場所がすぐ分かるようになりますんで、こちらをね、相手がパッて開くとですね、Google マップで今の位置が分かるっていう感じになります。簡単なんでね、ぜひ使ってみてください。